はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ジョニオです。まずじゃあやりましょうか。あ、ありがとうございます、はい、何ですか組み合わせがおかしいですね。これは現代アートです。現代アート、子供から大人へというタイトルですね。こっち子供要素、こっち大人ですね。まあ省略していきましょう。これちょっと触ってもらっていいですか。テープ30センチぐらい出してください。30センチぐらい、はい、OK です。完璧です、はい、さあ粘着がしっかりありますね。はい、くっついてます。さあワイングラスもちょっと触ってください。怪しいとこないかどうか、特に付け根とかよく見ててくださいね。大丈夫そうですか。はい、 OK です。さあ今からビニールテープを僕の指に巻いていきます。こんな感じ、ぐるぐるぐる。子供の頃に瞬間接着剤で指がくっついて離れなくなった経験ありません？ありますよね。その感情を思い出していただければ。結構巻きます。さあチョキンと切っていただきましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、はい、どこを切るかで大体その人の性格がわかります。そう、上ぴったりで切る人もいれば下ぴったりで切る人もいます。下の方をちょっと残して切る女性は花柄のパンツ履きがちです見たまんま見たまんまでしたさあ行きましょう、もしかしたら緩く巻いてるかもしれませんので、ちょっとギュッギュッと握ってください。大丈夫そうですか、はい、緩く巻いて、ここつまんでもらって自分の方引っ張ってください。抜けないです、はい、バッチバチに巻かれてます。よく見ておいてください。これとこれです。ワイングラスの足に注目。いきます。こことここです。いきますよ。ワン、ツー、スリー。お分かりいただけますか。すごい、中に入りました。よーく見といてください。下じゃないんです、上でもないんです。ちょうど真ん中、ここです。お上でしまう。もう一度いきましょう。早いですよ。よーく見といてくださいね。両目確認しながらいきましょう。親指 OK、 人差し指 OK。 いきますよ。ワン、ツー、スリー。もう一回抜きますよ。いきます。ワン、ツー、スリー。こうなると怪しいのはグラスよりテープですね。もしかしたら仕掛けのあるテープかもしれません。注意深くちょっと調べてもらっていいですか。怪しいところがないかどうかお願いします。あれ？すごい。あ、切りましょうか。もうテープ切っちゃいましょう。テープ切り出して調べてもらいます。指先器用ですか。そうでもない。まあ僕の指を切らなかったら大丈夫です。お願いします。いや、あれこれはもうどうしようもないですね。ほどきます、ほどきます。ちょっと端っこ持っていただいていいですか。端っこがどんどん塊作っていってください。丸めて、はい、もうガチグチグチグチと、はい。もちろんビニールは全部一本の粘着のあるテープ全部巻き取ってください。全部巻き取ってください。はいはいはい、そういうことです、そういうことです、そういうことです。さあもちろんよいしょ、テープもハサミも問題なさそう。さあ最後それぐるぐる巻きにしてください。ぐる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 。左手で握って指を1回なりますか。完璧です。こうすると今手の中に入ってたのは何でしたっけ。テープのぐちゃぐちゃです。もっと抽象的に言うとゴミですよね。指を鳴らしたことによってゴミが別のものに変わってます。ゆっくり開いてください。ゴミがお土産に変わりました。そのままお持ち帰りください。以上、ジョニオでした。ありがとうございました概念を変えたんですね。ありがとうございます。概念を変えるというマジックをご覧いただきました。お土産ですから。ありがとうございます。ヒズムへの意気込み。ヒズムへの、はい。カメラへ。はい。僕は3年前も挑戦して、アジア大会で負けてしまったんですけど、それからプロマジシャンの道を歩み始め、いろいろジョニオとしていろいろキャラクターを確立したり、いろんなことをしてきました。そのいろいろな努力の集大成が今回のヒズムアジアへの挑戦になります。プロマジシャンジョニオとしてのこの集大成をぜひ世界で試していきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。野島伸之です。まあ、前回フィズム、まあ、アジアも突破して本戦までは行ったんですけれども、ちょっとカード部門8位でちょっと受賞できなかったので、でまたもう次回も出たいなと思って、でようやくまたフィズムアジア、出れるところまで来ました。この2年間ですね、毎月コンテストアクト作ってましたね。多分全部で、まあ、毎月はちょっと最初はできてたんですけども、なかなか大変で、まあ、結局10個は作りまして、で今回
組んだ、あの組んでいる、まあ、取り組んでアクトっていうのがその10個のうちの、3つ4つですねのいい要素を全部取り込んだ、まあそういうあのアクトになっております。なのでもうできる限りちょっと自分のいいところをねどんどん出して、まあ、それであの世界をまた挑戦したいなと思っています。ちなみに年齢制限ってあるんですか？ないですね。あのすごく高齢の方もたくさん出られておりますし、本当にもう50過ぎても出てる挑戦している人もいます。だまだまだ若手です。頑張ってください、はい、ありがとうございます。では一つ、はい、あ、そう、じゃあちょっと一つですね、はい、先ほど、ちょっと言ったあのコンテストアクト10個作ったうちの、今回のアクトで使ってないアイデアですね。一つ目です。こちらのケースですね。これが大事です。これを使ってマジックをお見せします。マジックをお見せしますよ。まず中に何が入っていると思いますか？トランプ。トランプじゃないですよ。まだまだクイズ形式にしてるんですから、トランプなわけないじゃないですか。何も入ってこの中に 入る大きさのものです。ヒントはさっきの僕のセリフ。マジックをお見せしますって言ったじゃないですか。中にはマジックが入ってるんだ。どういうこと？ね、すごい。そのマジック。このマジックを見る。まあまあマジックですね。すごい。はい、でもまあ、あ、トランプのケースっていうのはね。このように、トランプのケースっていうのは本当はペンを入れるものじゃないですよね。トランプを入れるものです。ね、なんで落ちたんですか、はい、このネタが。コンテストアクトから。いや、今の反応見ると取り入れても良かったと思いますね。すごい。今気がしいのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。